東京国際工科専門職大学は東京都新宿区西新宿1-7-3国運タワーに本部を置く日本の私立専門職大学である2020年に設置された専門職大学の略称はアイプット東京国際工科専門職大学は2020年4月に開学した学校法人日本教育財団の専門職大学である 東京国際工科専門職大学ではソフトウェア技術の応用領域におけるイノベーションを目指しデザイン思考が実践できる情報技術者デザイナーインソサイティを養成するという教育理念のもとディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーに示す教育を行います新宿駅と国運タワー自体が直結しており建物内に商業施設も入っている同じタワー内には 専門学校の東京モード学園、HAL 東京、首都以降、通信制大学の東京通信大学、専門職大学の国際ファッション専門職大学も入居している。1、科学的知識に基づく論理的思考能力及び自由な発想を尊ぶ豊かな創造力の関与基礎理論から応用までを一貫してカバーするカリキュラム構成に現実社会を直視。 理解した上での高度な実践力の養成、エンジニアリングスキルとビジネスセンスの調和現場、現物、現実の三原主義に基づく、問題発見課題や状況を俯瞰し、ソリューションを体系的に総合して実現する力3、専門職としての心構え、態度の育成、社会人としての基礎力の育成、社会人としての規律の遵守また、サークルや文化祭などのイベントはなく、事業も、 卒業時から逆算されたカリキュラムとなっているため、時間割が固定されている。バイトの禁止などはされていないが在学中のスケジュールがタイトであるため、少なくとも超時間まとまった時間を作るのが難しい。工科学部の単一学部から構成され、その中に情報工学科とデジタルエンターテインメント学科が設置される。別科として、 国家資格別化も存在するが、現在設置構想中となっている、工科学部交通アクセス、新宿駅前徒歩3分。ありがとうございます。